お待たせしました。おはようございます。そんな引かなくとも。今日は休日という俺なりの意思表示です。あれも仕事用です。断りの制服の方が良かったですか？では行きましょう。
大丈夫ですよ。ただ暴れると揺れますから、おとなしく座っていてください。もちろん見えていますよ。でも大丈夫です。驚くようなことではありません。ああいったものは満ち潮と引き潮で動きが違うこともあるんですよ。四六時中眺めていたわけではないでしょ。あなたが眠っている間には収まっていたかもしれません。心中する気はありません。
ご安心ください。して、あなたも愛する人を見つけて母さんのように幸せになると。着きますよ。
ここに帰りたいのではないかと思いまして。辛いことも思い出すはずですが、それでも故郷に戻りたいのではと。失策でしたか。どこへ。あなたに素敵なことを教えてあげる。私たち天女島の女にはすごい秘密があるの。魂の半身と巡り合って愛し愛された時、あなたはその人の色に染まり力を得ることができる。
何をしているんですか、あなたは。嬉しいからといって気の身気のまま水に飛び込むなんて。すごい茂り方ですね。長く無人だったとは思えない。あなたの誕生日ね。5歳になったら糸紡ぎを教えてあげる。そして10歳になったら織り方を教えるわ。15歳になる頃には一人前よ。意地っ張りですね。ずっと離れていた故郷に戻ったのですから、懐かしくて当然です。声を上げて泣いても、それは全く恥ずかしいことではありません。それとも俺がそんなあなたをせせら笑うような人でなしだと思っているわけですか。
融通の効かない冷血な鉄仮面なので。職権乱用という言葉をご存知ですか？あの海岸からよく島を眺めているでしょ。いつも帰りたそうに。漂着物の確認は断りの仕事でもありますから。言い伝えではこの生き水の泉には日の女神アマテラスが眠っているとか。
そう焦らずともいいんですよ。ゆっくり息を吸って吐いてください。そうですか。俺に気を使わすと言いたいところですが、確かにその服を乾かすべきだ。待ってください。それは素晴らしいですね。では、風邪をひかないうちにそこへお連れしましょう。少し風が出てきましたね。あなたの体が冷えないように急ぎましょう。
ところで、宣告の件ですが。異性の前で軽々しく服を脱いではいけませんよ。一つ助言をしておこう。この先絶対に心に決めた男性の前以外では軽々しく裸にならない。塩のせいですよ。記録しておけ。ではそういうことにしておいてください。俺のことを酔いました。
今確かに誰かの声がしたのですが。あなたは何でもそれで片付けそうですね。ちなみにあなたはそのアマテラス様の声を聞いたことがありますか？ではやはり風の音だったのでしょう。白のあなたに聞こえないものが席の俺に聞こえるはずもない。今は赤座です。素敵なものですか？刀でしょうか？実はそうなんです。似合っていますか、この俺に。いいじゃありませんか、瓶入りの手紙で。刀なんて物騒ですし、手紙の方が幸せを招きそうだ。
とうございます。肝に銘じておきます。ではしっかり服を乾かしてくださいね。俺はこれで失礼しますから。どうかな。あなたの服が濡れてしまいましたし。一応伺っておきたいのですが、この隠れ家に着替えはありますか？ではやはり失礼します。ではどのような格好でお茶を入れるつもりでしたか？いいですか。先ほどの忠告に一つ付け加えます。この家に気軽に異性を招き入れないことです。非常に大事なことですから約束してください。では今後もそのように。先に申し上げますが、俺は時貞を信頼しています。彼がそのような行為に及ぶとは思っていないので、
別の男性を想定してください。近隣に人が少ない一軒家に異性を招き入れ、間違いがあったら困ります。合意なしで交配させられるということです。そのような犯罪行為もないわけではありません。希少な博として自覚を持ってください。では服を乾かしてください。失礼します。まだ何か。そうだ、確かに用事がありました。今日の手紙はありましたか？旅宛てですね。拝見します。そういえば旅にはもう行きましたか？その名の通り、緑あふれる美しいところですよ。問題ありません。では。しまして。
しまして。あなたが18歳になったら、どんな人を花婿に選ぶのかしら。もちろん今は分からなくていいの。でも、これだけは約束してね。絶対に、絶対に愛した人と結ばれてね。私とあの人のように。あなたは間違いなく私とあの人の娘。あの人の強さを受け継いでくれたようでよかった。いつかあなたにあの人の名を教えてあげたい。口にしてはならない掟なの。あなたは赤ちゃんの頃、泣き虫でね、お父様と離れるのを嫌がって泣いたの。そんな時、お父様はあなたを抱いて、浜から海や月や星を眺めていた。私もあの人もあなたの運命を変えてあげたい。でもどうすればいいかわからないの。ごめんなさいね。とても喜ばしいことのはずなのに。でもね、この間夢を見たの。もっと大人になったあなたが素敵な男性の横で幸せそうに笑っていたわ。
あなたは赤ちゃんの頃、泣き虫でね、お父様と離れるのを嫌がって泣いたの。お父様はあなたを抱いて、浜から海や月や星を眺めていた。Thank you.
あ、オランピア様、申し訳ありません。いえ、すみません。俺が全部焼いたんです。もちろんです。それは新作なんです。オランピア様に使っ、あります。揃いで買っていただけたらお安くしますよ。すぐあなたの誕生日ね。5歳になったら糸紡ぎを教えてあげる。お姉さん、もしかして手紙の配達？誰宛て？ああ、彼女か。今離れ島に行ってるから僕が預かるよ。あっちでね、新しい染料になる草を栽培してるんだ。竹駒はその手伝いに。近いうちに離れ島に渡る者がいるから、よかったら預けておくよ。そう？気に入った？お姉さんに褒められると僕も嬉しいな。あれ？ならお姉さんも旗織りするの？ごめん。悪いこと聞いた？
お姉さんらしい。でもそれがいいよ。綺麗に折れたら僕にも見せてくれる？楽しみ。じゃあ僕は長の常ほどのに呼ばれてるから行くけど、またよすがのところでハッカショコラ食べようね。オランピア様、夕の支度が整いましたよ。旗織りですか？なぜいきなり？ですか。島へ。でしたら私がお教えしましょうか。これでも名手でしたのよ。腕は鈍っていないはずです。ドーマ様にお話ししておきます。準備がありますからね。大丈夫ですよ。私からうまく言います。キキ。